はい、今回なんですけど、ニンフィアがメインスキルの種を使用することによってスキルマックスについにできるということで動画撮っていこうと思います。で、他のメインスキルについても個人的な評価をつけさせてもらいました。まあ、このポケモンがこのスキル持ってるから強いっていうところもあるとは思うんで、若干変わってくるとは思うんですけど、評価についてもちょっとその後話していこうと思います。で、メインスキルの種についてはプレミアムパスに入ってる人であれば、毎月ね1個ゲットできる種ではあるんですけど、メインスキルのレベルを上げることができる、種ということで、めちゃくちゃね有用なアイテムになります。で、ついでに言うと、サブスキルの種ですね、メタも動くんで、はい、サブスキルの種はサブスキルのレア度がランダムで1つ上がるっていうことなんですけど、これってランダムというか解放してる中から選ばれるみたいで、このニンフィアであればスキル確率アップ M とお手伝いスピード S のどっちかから、ランダムっていう感じになるらしいんですよね。で、ちなみになんですけど、このスキル、マックスニンフィアはスキル確率アップ M はこれ以上上がらないので、サブスキルをの種を使用できない。で、お手伝いスピード S については一応お手伝いスピード M になるんですけど、他の解放できるところにお手伝いスピード M がいたら、お手伝いスピード S の、サブスキルの種を使うことができないみたいなんですよね。なんでね、まあ、そこら辺も気をつけて厳選していくっていうのがいいですよね。まあ、後で、お手伝いスピードを S を M にしようかなとか思ってたら、下にね、お手伝いスピード M がいると、解放することができないといった仕様みたいなんで、まあ、ちょっとそこら辺ね、知ってた方がいいですよね。ということで、ちょっと話が違う種に逸れちゃったんですけど、メインスキルの種使っていこうと思います。個人的にはですね、めちゃくちゃ元気オール助けられてます。上がりましたね。SP めちゃくちゃ上がったね。2600台くらいだったんですけど、ていうかあっさり上がりましたね。はい。こんなにあっさりだったっけ。はい。ということで、レベル6になりまして、元気オールの場合は、お手伝いチームのポケモンの元気を18回復するということで、レベル5が15だったんで、めっちゃ強くなりましたね。で、レベル4からレベル5になる時が、11から15回復するになったんで、一番伸びしろがあったんですよね。確か。なんで、レベル5まで上げるっていうのはめちゃくちゃいいのかなと、個人的には思いました。まあ僕はもう、スキルマックスっていう名前にしちゃってるんで、スキルマックスにしてあげました。はい。っていう感じですね。スキルタイプはスキルレベルが上がることによって、SP がめっちゃ上がるんで、まあ、そこら辺もね、強さに関わってくるのかなと、思ったり思わなかったりですね。はい。で、メインスキルの評価について、もう話していこうと思います。僕のニンフィアがですね、一応メインスキル発生確率アップも持ってるっていう感じで、やっぱり強いスキル持ってるキャラはメインスキル発生確率アップするのはいいのかなと思います。特に元気オールはですね、僕の中で元気オールはもう SS ランクになります。まあ、めちゃくちゃ強いですね。一回で、僕の場合はレベル5で使ってたんで、15回復するんですけど、それがまあ、だいたい1日3回くらい発動するんで、まあ、45元気が回復する。もうほぼ半分ですよね。めちゃくちゃ強くて、ね、すごいです。で、今も昼ぐらいに撮ってるんですけど、元気 106% ということで、元気 100% 以上の場合は、お手伝い効率が2倍以上になるみたいなんで、元気 100% をずっとキープできたら、例えばニンフィア、これだと38分なんですけど、まあ、半分、まあ、20分切るくらいの、お手伝い効率でずっと動いてくれるといった感じみたいなんで、元気ってめちゃめちゃ大事ですよね。はい。で、同じ元気で言うと、元気エール S と元気チャージ S があるとは思うんですけど、元気エール、元気エールについては、オールとは違って、全体回復ではなくて、味方というか、チームの単体一体だけを、元気回復するっていうことで、まあね、トータルの元気回復量を見ると元気オールが圧倒的に強いということで、個人的評価は結構低いです。はい。で、逆に元気チャージ S はなんでこんな、評価高いのっていうことなんですけど、元気チャージは、自分自身、メインスキル発動したキャラの、自体が元気量回復するっていう感じなんですけど、自分で元気回復しつつ、
機能とか、まあ食材とか集めてくれるっていうことで、自己保管、もう自己管理完璧みたいな感じのポケモンなんで、めちゃくちゃ優秀ですよね。まあ個人的にはドードリを、適当に捕まえて、シアンの砂浜で活躍すると聞いて、捕まえてきたドードリオなんですけど、すごい活躍してくれますね。はい。同じことを思ってる人いるとは思うんですけど、元気チャージ S 持ったドードリオ、すごいですよね。自己管理がしっかりできてね、元気も自分で回復するといった感じで、個人的評価は S になります。まあ、スキル特化したキャラの元気チャージっていうのはちょっとまた違ってくるとは思うんで、木の実タイプが持ってる元気チャージとかは、すごい強いなと思いました。はい、次に食材ゲット S についてですけど、これはね、もう SS ランクに行ってもいいレベルだとは思ってます。まあ、食材の解放レベル、解放した食材の数によってもかなり評価変わってくるとは思うんですけど、まあ、どんどんね、評価が上がってくるスキルだとは思うので、まあ、食材解放ができてる人はね、めちゃくちゃ強いスキルになってると思います。まあ、この食材ゲット S を持ってるキャラをね、入れとくと、なんか食材も結構潤ってくるんでね、めちゃくちゃ強いですよね。で特に進化が多いポケモンがよく持ってるんで、スキルレベルも上がってるといった感じで、めっちゃ活躍するイメージですね。まあ、バタフリーとか、カメックスとかの御三家が持ってるイメージなんで、めちゃ強いといった感じですね。まあ、エナジーチャージ M も S ランクにしてますが、まあ、エナジーチャージ M ちょっとスキルレベルが上がってたら強いなっていう感じではあるんですけど、まあ、食事料理するくらいエナジーチャージ M で稼げるっていうイメージではあるんですけど、だんだんね、その料理のレベルも上がってきますし、食材のレベルも上がってくるとエナジーチャージ M の、効果がね、ちょっと弱いんじゃないかっていうところになってくるとは思うんで、まあ、今後ちょっとどうなるかなといった感じと思ってます。はい。まあ、エナジーチャージ S はね、まあ、他に木の実タイプとかが、まあ、ピカチュウとかがね、持ってるんで、まあ、ちょっとおまけ程度感がありますよね。スキルレベル上がれば、結構エナジー出してくれるのかなとは思うんですけど、まあ、スキルタイプにも、エナジーチャージ S とかだったら、ちょっと物足りないですよね。そんな気はします。で、料理パワーアップ S。これは、なんか土日とかにね、やっぱり料理パワーアップ S で、鍋のね、拡張をして、来週の月曜日に、スタートダッシュ決めるっていう意味では、とりあえず持っておきたいスキル、持っておきたいポケモンっていうところではあると思うので、A ランクにしてます。はい。まあ、常に使うっていう人もいるとは思うんですけど、まだその段階まで僕も行けてないですし、全然ね、まあ普段はなくても大丈夫かなっていう感じではあるんで、ただまあ重要なスキルではあるんで A ランクしてます。で、指を振るなんですけど、これランダム要素すごくて、このスキルの中からどれか出るっていう感じではあるんですけど、まあ、指を振るも持ってるポケモンも結構スキルじゃない、進化が3段階目まで進化するポケモンたちだと思うので、まあトゲピーとかピッピー系統のキャラですね。まあ、僕一応トゲ気質持ってるんですよね。はい。あんまり個体的には強くないんですけど、はい、こんな感じですね。けど結構初期の頃から持ってて、色違いトゲピーゲットしたんで、色違いなんでね、育ててます。はい。結構ね、スキルレベル3とかにすると結構強いんですよね。まあ、ちょっと夢のかけらゲット S とか、出たらちょっと寂しいですけど、スキルレベル3とかになると結構どれが出てもおーおーっていう感じで、結構活躍してくれるイメージなんですけど、あくまでランダム要素強いんで、まあ、楽しみながらできるっていう意味ではいいかなと。まあ強いね、スキルとかも発動する可能性もあるんで、それを考慮してまあ A かなといった感じで、まあ指を振るを持ってるポケモンは他のスキル以外でもね、活躍できるキャラだとは思うので、まあこれだと卵集めとかですかね。はい。ので、まあ、ちょっとね、そういうところも考慮して A ランクにしてます。お手伝いサポート S については、味方のお手伝いを何回分か、発動した分、木の実とかね、食材ゲットできるっていう感じなんですけど、ちょっと今のところパッとしないですよね。で、同じく夢のかけらゲット S も、まあ、夢のかけらは不足してるとしても、まあ、ここで稼ぐのはあまり効率良くないよねっていう感じで、スキルとしては
かなりちょっと弱めかなといった感じで、ちょっとね物足りなすぎるんで、もしかしたら情報修正とかかかる可能性もあるのかなと個人的に思ってます。はい、まあ夢のかけらゲット S 持ってるポケモンもパッとしない感じはしますね。まあちょっとどうなるのかなっていう感じですよね。はい、まあ個人的には元気オールめちゃくちゃ助けてもらってて、これからもね、助けてもらうことは多いんだろうなということで、今回ニンフィアをスキルマックスにしてみました。まあ、成長過程もねちょっと動画にしていきたいなということで、はい、こんな感じになります。今週はですね、個人的には相変わらずゼニガメで、シアンでゼニガメをね、探しまくってます。はい、ということでまたそちらの方も進展あれば動画にしていこうと思います。ではご視聴ありがとうございました。